今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お邪魔いたしました。誘ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。さすがでした。いえ、とんでもないです。これ私でした。いやいや、私ヒカル推しなんですよ、あの YouTuber の。はい。を狙っての髪型ですか？あん、別に狙ってはないですね。一回やっちゃったらもう後戻りできなくなって。めっちゃ可愛いね。こっちも色合わせれないから、もういつか真っ黒にしなきゃいけない。めっちゃ似合ってる。なんか下手打った時に、ね、まあ、また真っ黒にして、まあ、リセットしようかなみたいな。懐かしいですね、なんか。スキャンダル、まあ、スキャンダル待ってるよ。ありがとうございました。はい、またお願いします。今日はお疲れ様でした。ね、初めて。何気に始めましてですね。電話でも喋ったことあるんですか？そうなんですよ、ね。今度うちも注文させていただきます。よろしくお願いします。ありがとう。美女に会えて嬉しいです。私も美女に会えて嬉しい。いやいやいや、言わせたね。お疲れ様。これオフショット、オフショットだから。これ公開されっからね。なんでなの？オフショットだから。そうか。今日はお疲れ様でした。翔太くん頑張りました。うち休めらないように頑張りました。吉ヶ谷節が出なかったね。今日すごい良かったと思う。そうそう、すごい真面目だった。びっくりしちゃった。ああいうこともできんだと思って。なんあ、なんかイケメンカリスマ2人。お疲れ様でした。司会進行お疲れ様でございました。なんか動画なんだ。動画だよ。動画あ、ここだ。ひろあぎし、やばい。いやいや、もうここからですよ。あ、逆にね。飲みます？飲みますか？ちょっと飲んべえのイメージしかないよね。めっちゃ飲んべえなんですよ。酒大好き。イエーイ、イエーイ、雑い、イエーイ。お疲れ様でした、本当に。ありがとうございました、二人とも。またどこかでお会いできたらお願いします。めっちゃ遠くて二人さ、二人の距離遠くてさ、バイバーイ。ありがとうございます。サテル君、今日はすごい準備いろいろ大変だったと思います。ありがとうございます。さすが天才だなって思う。いやそんなことないですよ。いやもうね、あのすごすぎ、守られてるだけなんで。いやいや、機材をまずなんだろう、使いこなし、魔法魔法使いかなって思った。映画撮るカメラだったりとか。いやもうね、半端じゃない感じでした。本当に大変だったと思います。ありがとうございます。本当に問題児でごめんなさい。ありがとうございます。おいおい頼むよ。そこはそんなことないよっていうとこだった。いやいや、たこ焼き姫ありがとうございます。今日は初めまして、刑事スタディ様、ありがとうございます。ありがとうございました。なんか良かったんで言ってくださって。いやいや、私いや、紫。いや、本当。めっちゃムードメーカー。いやいや、それ髪の毛でしょ、紫ババアだから、今。紫ババア、ちょっとじわってて。あれ、横沢のおばちゃんじゃないっていうのがいい。そうそう、東京生まれ。結構東京育ち。の方かな。あ、そうそう、毎回言われてるから、ヒョウ柄は避けてます。そう、ヒョウ柄っていうか、この虎みたいな T シャツめっちゃ似合うタイプなんで。ありがとうございました。お会いできて光栄です。今度どこかでお会いできたらまたお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。キムちゃん、お疲れ様です。裏方お疲れ様。もごもご言うとんで。この間も今日もお疲れ様でした。何食べてんの今？今日はピザ。ピザなくなっちゃいました、すぐに。ね、あっちゅう間になくなりましたね。あっちもなくなっちゃいました。私のダイエット企画が終わったら大食い対決しましょう。コラボも行かせてもらう。そうだ、コラボもまたお願いします。今日はちょっと何もしてませんが、ピザだけはしっかり食べさせていただきます。本当に。ありがとうございます。